青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はですね、スタッカートとミュートについてのお話をさせていただきたいと思います。ミュートとスタッカートですね。まずミュートからいきましょう。ミュートの場合は、音を完全に出さない状態にします。はい、それで弾くですね。まあストロークの場合が多いですよね。こうこういう感じですね。こういう感じで、音を出さないようにするんですけども、やる方法が、今弾いたのは右手のこの辺、手のひらを乗っけて乗せながら弾くという感じですね。で、音を出さない状態にします。はい、こういう状態ですね。はい、もう一個の方法としては、今度は左手をミュートして音を出さない状態にして弾く。はい、この時右手は弾くだけですね。弾いて止めたりはしないですね。で、その両方を使えばより効果的に止めることもできます。このピュッていう時に、この2本とここが手のひらが、まあ、通常はですね、左手で止めなくても右手の手のひらだけで音は確実に止めれますよね。はい、これがミュートということなんですね。で、それに対してスタッカートっていうのはどういうことかと言いますと、音をすぐ切る、弾いた瞬間に切る。こういう感じですね。はい、この時に注意していただきたいんですけども、わかりますか？一弦の音は切ってるんですけども、他の弦が振動してるんですね。共鳴して鳴ってるんです。で、鳴らないように余ってる指で止めます。そうするとすごくこう止まった感がありますよね。これ共鳴を止めないでおくと、ふわんふわんふわんって音が残りますよね。この辺を注意していただきたいと思います。こういうやつですね。今この2本で弾いた後、置くと同時に音は止まるということですね。はい、こういうのをやったりしますね。はい、ですので、弾いてスタッカートっていうのはこの音符の上にテンって打ってあるんですけども、それがあるからといって、これだけで止めて、止めた気になってると、これずーっと共鳴した音が残ってて、なんとなく弾いてる音が前に出てこないんですね。前に出したいと思うと、共鳴してる音は全部止める。こういう風にすると、その弾いてる音だけという感じですね。だからその時に注意してるのは、押さえてる指以外の指で他の弦は、他の指は余ってる弦を止めるのに注意して弾いてます。はい、これがスタッカートですね。で、スタッカートってなんでそんな点なんか打つのめんどくさいやん、このね、休符を打てばいいやんっていう考えもあるんですけども、休符があんまり多すぎると見にくいんですね。はい、四分音符4つがスタッカート点点点点って打ってあると、で、済むところ点休符点、四分音符休符四分音符休符四分音符休符って書いてあるとパッと見て読みにくいんですね。楽譜というのはなるべく初見でもパッと読みやすいように作った方がいいですので、スタッカートというこういう表現があるんですね。はい、必要な音だけ出して止める。はい、このスタッカートがうまいこと言ってないのは、ちゃんと止めれてないっていう部分があると思いますね。この楽器にはですね、ウクレレに限らず、
弾くタイミングと止めるタイミングっていうのは実はすごく重要で、音を出さないっていうことも重要なんですね。でも皆さん大体考えるのが音を出すタイミングだったり、音をいかに出そうかっていうことばっかり考えるんですけども、このミュートとか、スタッカートにつきましては、まあこれだけにつかないんですけども、全体的にそうなんですけども、音を切るタイミング、音を出さないっていうことにも、もうちょっとこう意識を持っていただくと、今よりも一段階上に上がった演奏ができるかと思います。これもそうですよね。この2本でこうやって止めるのもいいんですよ。なんか音残ってますね。これをこれだけで随分響きが違うと思うんですけども、こういう感じで、スタッカートとミュート、弾いてみてください。音を確実に止めるということですね。4本しかないですので、空いてる指でどこか触れる、左手で触れなかったら右手で触れるなんてして、音を止めるようにしてみてください。 DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。静かにゆっくり時を待つ。